はじめまして。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 皆さん今日集まっていただいてありがとうございます。4人初めて揃ったので自己紹介の方をしていきたいと思います。良いですか？はい、はい、イエーイイエーイではまず私から凛東工業の代表になりました。今回隊長も務めさせていただきますシスルです。よろしくお願いします。うちあれ来ちゃったわ、あの LINE のあれにリーダーシスルって書いてあったけど、こんな可愛い女の子やったやろ、ね、私です、頑張ります。みんなを聞いていきます。わー、頼りにしてます。お願いします。お願いします。はい、ナズカ連盟の代表に今回選ばれました奇跡と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。闘技の代表になりましたヘッチです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。会える、かわいい。ありがとう。私ゆうりんちと申します。あ、ダメ。そう、オーリント教国え、ね、聞いてる？ね、喋ってるんだけど喋ってますよ。はい、大丈夫ね。うん、オッケー。大丈夫？オッケーじゃない、まだ。え、じゃあみんな代表になったのは思い当たる節はありますか？はい、え、私はちょっとやっぱ世界で一番有名なカエルを目指してて日々邁進してるので、そこら辺が評価されたのかなって思ってます。なるほど。ヘッチさんはそういうこと。理解したの？うん、うん、カエルね。理解したの？カエルね。オッケー。シスルちゃんはそういう何かを理解する、そして何かを受諾享受する、そういう能力に長けてる人ってこと？あ、そういうことにします。そういうことにします。この女謎多いな。ちなみに僕ちんは実はこれみんなに何に見えます？ハンマー。ペコペコハンマー。うるさいやつ。そう、そのこのピコピコハンマー当たる無機質よね、これ物やんね。うち実はこれ食べることができる。うそやで。おい、おい、嘘に決まってんじゃねえか。誰も何も言わねえから、うちこのまま静止画かなと思ってる。違うから。まあ普段もねこんな感じでちょっとお調子者なんじゃけど、まあそういったところがもしかしたらちょっといい感じに評価されて、ちょっと今回陣営の代表に選んでいただいたのかなと思って、ナズカ連盟マジありがとう。キアム、すごーい。かわいい。ありがとうございます。ユーリンチさんは？今なんだろう、でもなんかみんなの顔見る感じ、なんかみんなすごい可愛いじゃん。だからなんか美女が集められたのかなと思ってて、私なんか女装とかってよく言われるんだよね。女装じゃないのに、なんかその髪型っぽくないとか言われて、美女だから選ばれたんじゃないかなって思います、うん、はい、はい、オッケーです。うちらみんなわかりました。わかりました。あれ、シスルちゃんって受け入れる能力者じゃなかったの？受け入れた、受け入れた、今今大丈夫か？オッケーか、分かった。非常に草なんだから。いいじゃん、美女4じゃん、美女4。そう、美女4。なんかうざっぱな顔してない。やめてよ、仲良くしようよ。そうですね、そうですね、仲良くしますね。そうですね。3人は緊急ニュース見ましたか？見ました。見ました。見ました。それこそ本当危機迫る感じだったよな、うん、コミックマーケット100は行きましたよ、うん、どうでした？私行けなかったんだけど、どうでした？あ、そうなん。もうみんな必死でクリスタルについて会議しとったりじゃとか、謎の地図とかをなんか噂とか流れとったって、そういうの、まあ、聞き込みぐらいはしたけど、まあ、実際何かにつながるような情報とかまだなかったな。うーん、でもクリスタルはなんか見たのは赤いクリスタルだった。こんな感じの、うん、こんな感じの。へ、ほんまにでも色こんな感じだった。結構真っ赤だ。
へえ。なんか気持ち悪いやつで、なんか宇宙人が持ってきたやつなんじゃないかなって私思っちゃった。宇宙人がなんか侵略してきてんじゃないかな、多分。まあ、可能性はあるわな。でもなんかもうこの世のものじゃなさそうじゃったってことをユーリンは言いたいんだよ。そう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 。その気持ちはまあ正直わからんでもない。まあ、それが宇宙なんかどっかはうちもわからんけど。いや私はコミックマーケット100行けんかったけど、夢で声聞いて、なんか導きの声みたいなと、その夢の中で見たのもやばそうな感じ。怖っ。何も起きないといいけど、何かあっても全力で解決に取り組みます。みんなついてきてください。かわいい。本当に大丈夫なのかって思うのと、その笑顔守りたいって。守りたい。守ってあげないとね。頑張ろう、ね、っていうかシセル予知夢みたいな能力があるの？そんななんか夢、いや分からん。でも夢はよく見えるから。でも内容はしっかり覚えてない。でもあれなんじゃろ、神の導きみたいな感じの鮮明な夢じゃったんじゃろ。うん、絶対やばいなって思う感じの声が聞こえた。あ、絶対宇宙人の侵略だよね。いや、まあ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 、そう思う。ユーリンの何思想みたいな否定するつもりはないけど、まあ、シスルちゃんのこう神の予言なんじゃないかみたいなところはきっとあると思うけ、まあ、焦る。え、ちなみにさ、どんな感じの声じゃったの、神の声って。女の人、男の人。どっちともつかない。うん。それって奇跡ちゃんみたいだね。えっ、そっちも。あんたでしょ、絶対。うちが寝てるシスルちゃんの隣で、枕元で。クリスタル。やめてよ。クリスタルすごい。本当にクリスタルすごいんだからね。やばいでしょ。なんでやん、しーちゃん、なんか思い出したりしひん？クリスタル、なんかね、赤いクリスタルのなんかこと言ってた気がするんだけど。うんうんうん。あるなんか地図の指してるところに、クリスタルが、結構大事じゃない？なんか何枚か、3枚ぐらい。3枚、うん、?3 つぐらいある。うん、3つだったと思う。3つだったらそれどうやって4人で分ける？え、でも待って、でもまだ3つって決まったわけではなくない？そう、私の夢で聞いた。ちょっとうち、まあ、自分たちの陣営での研究と、まあ、うち個人での、まあ、そのコミックマーケット100での聞き込みの結果からして、まあ、過去のエネルギーと発見したクリスタルの数から考えると、まあ、確かに3枚くらいはあるはずない。うちらが調べた独自のデータによるとって感じなんじゃけど、まあ、なんかまあ3枚あるってことが今現在分かってる時点で、まあ、分配するかはもう発見してからな、うちらがこう考えるかどうにかするかの方がいいと思う。大丈夫？失礼。だからもし最終的にもう揉めて揉めてしゃあないってなった時はもうリーダーのシスルさんよろしくお願いします。そう、私が責任持って持って帰ります。ダメだよ。ダメだよ。持って帰っちゃう。私が責任を持って。私が。あれあれ、なんか、あの、自分だけまともぶってましたけど、あなたも大概やばい人ですよね。いやいやいや。私はやっぱ、リーダーとして責任を持たないと。リーダー、公平にお願いします。お願いします。わかりました。公平に、私が。怪しい。大丈夫です。みんなで協力して見つけましょうね。やっ、謎の地図の場所がなんか噂では山っぽいみたいな、うん、山？山か、結構過酷だからちゃんとしないと。あれだよね、多分傾斜だからちょっと、底の薄い靴とかヒールとかは危ないかもだよね。うん、そういうのもちゃんと気にして準備しないと。まあでも、あとバランスボールも持ってった方がいいと思う。なんで？結構役に立つしね、これ。一回話聞こうか？うん。まあこれ椅子にもなるし、バランス感覚も鍛えれるし、ちょっと遠くも見渡せるし、便利。何しに行く？いらん。
クリスタルが見つかるかもしれないと思って。なるほどな、その旅の途中で自分をレベルアップさせてクリスタル見つけようっていう意味での鍛えるやったんやな、じゃあ。うん、そう、バランスボードに乗ったらちょっと見えるかもしれない。リーダーどうですか？これぐらい大丈夫そう、いらなそうです。ちょっと乗ってあげるの、優しい。真面目に考えてくださいね。真面目に考えたんだけどな、まあ、バランスボールはなしとしてシンプルに何持っていったらいいかなっていうのをほんまに必要なもので考えよう。じゃあ日焼け止めくらいで諦めます。よし、まあ、日焼け止めはまああった方がいいかもな。まあ確かに、まあね、紫外線はな。まあでも、うん、今からとんでもないこと言ってもいい？はい、うん、まあ最終的には何の準備もいらんのちゃうかなって思ってます。いや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 、というと、まあ、さっきねシスルちゃんがちょっとくしゃみをしてしまったりだとか、まあちょっと季節の変わり目やし山の上やしっていうところで体力もめっちゃ消耗すると思うねんな。じゃけんもうちゃんと寝て体力があればもうなんか何でもいける気するから、まあ、自分の体を一番大事に体調 100% 整えてクリスタル探しに行きましょうよっていう話。大事、体力は本当に大事、一理ありますね。うん、ある、一番大事。いいこと言うじゃん。いやでも絶対武器とかは持ってった方がいいと思うよ。山の中だよ、宇宙人とか出るかもしれないじゃん。じゃあ宇宙人が出るんじゃったらもうあれじゃろ、ここバーンバーンみたいな。そうだね、だから銃とかは絶対持ってった方がいいかなって思ったけど。持ってんの？はい。ないじゃん。ただほらまあクックルワイパーとかでいいんじゃない？これ武器になんで？え？山の中汚いしさ、ほらこのクイックルワイパーでまあ掃除できるし、うん、こうまあいざとなったらね武器にもなるし。山の中クイックルワイパーはほんまにいらないんで、あのキャッカーです、キャッカー。これ見て、これ杖にもなる。いや杖は杖で用意してください。じゃああなたが必要なのであればですが、まあ、まあ、じゃあとりあえず杖は必要ってことで。あとはまあお守りかな。ちなみに何守りですか？魔除け。魔除け？森に何が住んでるの、その地域。本当だよ、わかんないけど山の奥だよ、何が出てくるかわかんないじゃん。話がラッチ開かへんから、うん、ちょっとリーダー決めたってください。もう何持っていけばいいかとか。本当移動がねまず大変だから、山探しに登ったり降りたりとかあるから、余計なそのクイックルワイパーとかバランスボールとかもう大荷物抱えていかない、身軽で行く体力だけ持って、うん、どうですか？うん、なんか、まあ、ヘチさんと、まあ、ユーリンがな持っていきたいものがあったりだとか分かるんだけど、まあ、うちも最初に言った通り最終的に一番頼りになるのってうちらの体だと思うよ。そうだって広大な土地を探すわけやし、まあ、一応それがな山という傾斜がある場所やったりするってことは怪我をする危険性もあるわけやけん、やっぱ一番自分の体を大事にしていかんといかんっていう意味で言ったら最小限に物を抑えて、まあ、怪我したりする原因を減らしておくっていうのも一つの案やと思うから、うちはシスルさんに賛成。二人はどう思う？しょうがないですね、ここはやっぱ譲り合いの心も大事だと思うので。ユーリンちゃん、じゃあヘチちゃんがそうするなら私もそうする。車やっぱ置いてきてくださいね。あー、クイックルワイパー持ってきたかったな。初めて見たクイックルワイパーに頬ずりする人。ありがとうリーダー、これでうちら4人の決意が固まったと思う。そういうことで体力つけてこの赤いクリスタルを探しにみんなで協力して頑張りましょう。いいですか？せーの、おー。